えー、今回はですね、マーブルマニアのマインシャフト、まあ、これを、まあ、ツイン形状でカスタマイズしてみました。まあ、ツイン形状カスタマイズといっても、ただ2つ並べて合体させたわけではなくて、まあ、今見てもらったようにですね、まあ、2つの、まあ、コースというか、マインシャフトを交互で交差する感じで、まあ、ループすると、まあ、そういう感じのカスタマイズにしてみました。 まあ、マインシャフトのまあ一番の売りであるこのトロッコですね。まあ、動いたあのトロッコはです、ね、手で戻してあげないといけないんですけど、まあ、今回はまあこんな感じで、まあ紐を使って簡単に引き戻すと、まあ、そういうです、ね、遊び心を入れて、まあ、このマインシャフト自体がです、ねまあ、手も使って楽しい感じになるように、まあ、ちょっとアレンジを加えてまいります。 まあ今回は1個だけ弾の動きを直してですねまあ、全体的な動きを見てもらったんですけど、まあ、たくさんの弾をなくしてももちろん楽しめますまあ、ということで今日はですねマーブルマニアのマインシャフトカスタマイズまあこれをまあ動画で撮ってみました。